ゴールキーパー松原、長澤、牛澤、山田、そして今日は左に大崎が入ります。高田と桜井、前田、そして新井の中盤、前線は山本と草野、4-4-2の並びを予想しましたが、このあたりはゲームが入ってから見てみたいと思います。ゴールキーパー市川、ガブリエウ、古巣対戦のドカボニフェイス、福森の3バックです。右山根は今日は欠場、中村拓海がスタメンに入ります。左に中野、ユーリナラと井上志音の中盤センター。秋田戦決勝ゴールの桜川にカプリニと小川圭次郎、ツーシャドーが入ります。さあ今度は福森、おー、ダイレクト、すごい、カプリニへ、ナイスボール。ちょっとスタジアムがどよめきます。カプリニ通りました。うん、預けて中村、チャンス、中3枚、中村、柔らかいボール、ファーゼ、桜川、これも福森のサイドチェンジからでした。そうですね、一つの横浜 FC の武器が出ましたね。お互いの特徴を生かし合えた、まずここですよ。まあボールをもう、ね、足元に来る前にしっかり見ててアウトサイドに流し込むようなね。さあ中野、長澤と1対1、中野仕掛ける、縦横跳んで左足クロス、うん、来た、蹴った、うわー、ナイスセーブ、桜川のヘディング止めてみせた松原。いや完璧な攻撃、クロス、フィニッシュでしたけどね。ここで1対1、この選手からヘディングしっかり合わせろということですね。さあここはどうか、福森の左足、イボールヘディング、うん、最後はドカボニフェイスのヘディングシュート、はい、いや素晴らしいボールですね。流れたボール、草野が行きます。ガブリエウ、うん、ここもタッチ、これは桜がワンタッチ、カプリーニ、カプリーニ右足打ってきた、うん、ドカボニフェイス、ヘディング折り返し、プッシュ、キーパー、これはすごい、ここもすごいな、松原、いやー、ビッグセーブ連発素晴らしい反応でしたね。もう小川選手もまさに藤枝戦の悔しさを晴らすようなビッグセーブ連発の松原です。さあ落ち合いから新井、お新井、お裏を取った、新井のクロス、おお草野、草野だ、ここでしっかりと剥がした後にちょっと多分ボールイメージするところと違ったと思うんですよね。安藤です、腕コントロール、なあ素晴らしい、抜ける、斉藤、斜めのドリブル、抜けてきた、抜けてきた、斉藤かわす、いやシュートだ、いや東海交流決勝、斉藤右足一閃、積極果敢なドリブル、そして角度のないところから右足を振り抜きました。水戸に追加点、66分、素晴らしいゴールでしたね。ここのまず安藤選手の、ね、起点になるところから、まあ、ここですよ、中央を、ね、グッと入っていって引っ張られましたけど、体勢崩さずにこの後も、ね、角度なくなりましたけど逆サイド、いやこれは息を与える1点ですよ。ここね、勇気持って仕掛ける、形にできるかどうか、斉藤、うん、引っ掛けて中野、井上志音、動き出している伊藤翔、チャンス、ボール伊藤だ、さらに伊藤、伊藤フィニッシュ、1点返す横浜FC、体を張って止めてみせた水戸、しかしそのこぼれ球を拾って左足叩き込みました。途中投入ベテランの伊藤翔、今シーズン6点目、さあ反撃ののろし、これで1点差、まだ時間はあります。右足柔らかいゴール来たか、変わって入ったばかりの高橋俊樹、いや仕事しましたね。
横浜 FC 同点87分。サイドクロス上げ切れるか横浜 FC、 ここに入れてきた、中村こぼれ、やっていない、中村拾う、中村ヒール、井上には繋がりませんでした。さあセカンドドカボリフェイス、目安の7分台突入、出てきたキーパー市川、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、雨の中の激走、ホームの水戸ホーリーホック2点を先行。しかし8連勝中の横浜 FC 追いついてみせました。最終的には勝ち点1ずつを分け合う、いやーまさに両チームの死闘でした。死闘でしたね。そうですね、今日はまあ2点取るまではいい形でゲームは進めてたんですけどね、やっぱりまあマリノス戦もそうですけど、あの試合の運び方でゲームの終わらせ方っていうところでね、少し課題が残ったのかなという感じです。本当ハルキはねいいボールを上げてくれたんで、まあ、ちょっとコントロールしてからちょっと滑ってシュートの時滑ったんですけど、まあなんかそのまま気持ちで押し込んだゴールだったかなと思います。ジェスも長崎で、まあ、上位との対決になるのでね、本当落とせない試合がずっと続くので、だからこそあの皆さんの応援が必要になるので、必ず勝利をお届けしたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。